今日は、スタッフのミーティングに来ております。一つはですね、まあいろんな人生ありますけど、二つだけちょっと今日はお話しさせていただいて、自分の仕事ってありますよね。これをね、仕事の中に人生を入れちゃダメだと。まあ、人生の中にね、ぜひ仕事だと。この概念をですね、すごく大事だと思うんですね。ある意味で仕事にこう夢中になっちゃうと、仕事イコール人生だみたいなね、感じがあるかと思いますけど、ぜひ人生の中の仕事であると。まあ、こういうね、一部分を担っているということでですね、冷静に判断していく必要性があるんじゃないかなと、これを思っております。それともう一つですね、今日はタバコのお話しさせていただきます。タバコは私も吸ってますけど、決して勧めるわけでも何でもありませんけども、私はこのようにもともと聞いているんですね。タバコを吸うと癌になると、まあ、こういう形でなってますけども、特に肺がんになると、ここにもこう書いてあるわけですけども、実際にですね、癌になった、肺がんになった人のデータを調べますと、7割はタバコを吸っていない方がなってます。未だに原因はよく分かってない、まあ、このような実態があります。私は昔、今から7、8年前にこう聞いた話でございますけれども、アメリカというのは皆様もご存知のように、ね、賄賂社会です、ね、お金が抜くといかにでもこう、判断しちゃう。で、ある時ですね、酒の組合を縮小しようか、タバコの 業界を縮小しようかと、まあ、こういう、選択をせざるを得ない。その時に酒の業界の人たちがすごくね、やっぱりその辺引いててね、その人に研究をしたと。したがって悪者になったのは、そのことによって、タバコの業界は研究しなかったために、タバコの方が、悪者にされてですね、それが日本に、吸い込まれて、そして日本でことごとく実現しているのが現状だと、これこう思っています。タバコイコール肺がんじゃないと、これこう思っています。もちろんタバコを吸わないドクターの先生で、タバコには一切機会がないよと、こう言ってるのがあります。今出ているタバコの肺の吸い、やる研究と言いますのはね、細かく言うと、タバコを吸ったその肺をですね、そのまま直にね、人に口に移すみたいな感じで やってる実験結果しかやってないんですね。実際は一回空気中に放たれてそれを吸う、そんなに影響は基本的にはないと思います。この発言することによって、石川慎一郎にいろんなね、反発の声があるかもしれませんけど、ですけど、これが実は事実です、ね、今日はこの程度でさせていただきます。いつもありがとうございます。